あそこ大体長っ。危ななってるやん。だから、その本物の陽キャは優しいとか、その真の陽キャは誰にでも平等とか、もうそういう幻想抱くのもやめん。だってあれやけん、あれやけん、その性格いい陽キャもおるけん、で性格悪い陽キャもおるけん、そう。だからそのお前らみたいに、そのなんか自分にとって都合悪かったりとか、その自分の好き嫌いで陰キャ陽キャ判定するのは、それも絶対やめた方がいいっちゃよ。だって、初見です。面白いですね。お、初見さんいらっしゃい。俺、おもろい。あ、自己紹介します。自分小林達明っていう件、たっちゃんとか、あ、たつくんって呼ばれてるから、まあ、そうやって呼ばれたの、返事する件。よろしくっちゃ。はい、すごい面白いです。もうお腹痛いです。なんか、嬉しいっちゃけんね。え、ピンク文字の初見の子さん、もしかしてなんか、女の子みたいな感じかな。文面的にでも女子よね。おい、13分あるやん。待て。死んじゃうよ。死んじゃう俺。13分あるわ。あと、多分、クソ似てるわ。クソ似てるけど、クソ苦しいけん、やめるわ、俺。雑談配信。引退します。かなり似とうけど、かなり苦しかった。俺、かなり苦しいわ、多分、やけん。博多弁もちょっと苦しかったもんね、今。博多弁もやめようかな。マジ、引退だ。くそ、こいつは何も悪くない。完成度めちゃくちゃ高い。めちゃくちゃ似てるって。こいつ。いや、似てる。めちゃくちゃ特徴引いてるぞ。あー。面白そうだと思って僕から近づいたんだ。恐ろしい人だった。お前にやるよ、全部。何もかも。相談も、博多弁も、配信も、入れ墨も。こいつの住所分かったら教えとって。ありがとう、いつも俺の配信に来てくれて。もっと言わせて、ありがとう。まあ、お前の鼓膜が破れるまで耳元で言ってやろう。ありがとうって。お前の夢とかに言って、もうありがとう、やめて。なるまで俺が言ってやる。ありがとう、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 ありがとう。